はい。皆さん、こんにちは。マイクです。今回はですねあの、ヘッドライトですね。夜間に使用するヘッドライトをご紹介させていただきたいと思います。すまずは箱ですけどね。こういう形で。ハイパワーヘッドランプ 3XT6 っていうタイプですね。 このような感じですね。箱に入っております。箱の中はですね、えっ、ー、と、こういう、スペックですね。スペックが、英語表記で書かれております。もうこれはですね、もう、あのまあ、説明書といいますかあの、スペックで,ですね。まあ、どういうふうに、は日本語、 役になってないのですけど、ある程度のね、あの、英語の知識がある方はですね、特に問題なく読めるような内容となっております。それでですね、えっと、まずバッテリーですね、18650、これ有名なバッテリーですよね。よくモバイルバッテリーなどに使われてるバッテリーです。それの 4200mAh が、 2本入っておりますそしてですね、こちらの方が充電器になります。えっ、ー、と、ミニジャックですね。これはジャック、えっ、ー、とこれ、何ミリかちょっとわかりませんけども、えーと、こういったようなものがついております。で、これがインジケーターランプになり、あの充電中は大々色の、あの、 ランプになるとということですそして本体ですね。で本体はですね、えー、っと、ライトの部分とバッテリーの部分が分かれておりますね。そういうタイプになります。後ろの方がバッテリーケース、そして線でつながって、こう3等のですね、LED のライトになっております。 でこちらの方がスイッチですね。押す,押すとどうなる押す,押すと押し、どんどん押していくと、こう、ラ,ランプのですね光、光るところが変わってくるというタイプですね。それではバッテリーを入れてみたいと思います。ゴムのね、あのカバーになっております。 プラス、ゴムの表面がです、ね、相当柔らかいのでこれは頭,が頭の後ろになると思う後頭部になると思うんですけども痛くないような感じになりますそれでこうこう調節ができるタイプですねで今乾電池入れましたので スイッチを押してみたいと思います。こちらの方のね、上の方にあるスイッチを1回押します。押すと真ん中が光ります。その後、もう1回押すと、両端だけ光ります。両端2つ光っていますで。もう1回押しますと、で、全部3灯を点灯してします。そしてもう1回押すと、フラッシュですね。これフラッシュ。 がこういう搭載されておりますねこういうふうにフラッシュになります。でそしてもう一回押しますと、電源がオフということですね。でもう一回最初からやりますよ。一番最初に押しますと、真ん中一つ。で、もう一回、二回目を押しますと、両端が一つ、二つ、一つずつ二つ点灯します。 そしてもう一回押しますと真ん中がまた点灯してこれで3つになります。そしてもう一度入れますとフラッシュですね。これ SOS フラッシュっていうふうにこちらの説明書ではなっておりますね。そしてもう一度押して電源がオフですね。この繰り返しですね。 この形でですね、レビューの方を終えさせていただきます。相当ですね、これは明るいので、実用性があると思います。それでは今回はこの辺りで失礼いたします。マイクでした。